こんにちは、速稼塾の方です。今回はですね、興味深いエントリーを、エントリーっていうのはブログの記事のことですけども、エントリーを拝見してですね、ちょっと動画に直したいなと思ったんで、ここで紹介させていただきます。タイトルはですね、秘宝、日本人の性格が悪いことが研究で証明されるということです。これ日本人の本質ということですよね。まだ私もね、エントリーまだしっかり読んでないんで、一緒に読んでいきましょう。じゃあ画面切り替えますね。はい、これがブログの本体ですけども、私がね、目に留まったのがこの画像なんですよ。なんかものすごく阿鼻叫喚してるようなお地蔵さんが並んでるのかなと思います。その横は穏やかな顔をしていたり、笑顔であったりするんですけども、なんかこれがね、嘆き苦しんでるような人にも見えるんですよ。つまり、多くの笑顔で豊かな人の中に苦しんでる人がいるっていう図に見えちゃったんでね。つい反応してクリックしてみたんですね。 Facebook の記事でシェアされたものでしたけども、どんなことなのかなぁと。はい、この記事は以下に当てはまる人におすすめですっていうんで、私に当てはまるかどうかちょっとまず見てみましょう。1つ目、日本で生きづらさを感じている。特に感じてないですね、私はね。ここが日本なのかどうかもちょっとね、認識が普段ないんですけどもね。次、日本人は親切で礼儀正しいのは嘘だと思う。全体的に見るとどうなのかわかりませんけども、たまたま私が生きて、そして今日に至るまで、親切で礼儀正しい人ばかりなんで、嘘ではないと思いますね。ただ、私の生活環境にクロスしないところに、礼儀正しくもないし、親切じゃない人もいるのは、なんかそんなことはね、想像がつきます。次。日本は性格の悪い人が多い気がする。これもですね、多い少ないっていうのはデータの取りようがないんで何とも言えませんけども、自分の生きてきた感覚だと、性格の悪い人ってのはね、あんまり出会わなかったですね。悪いって言っても、性格が悪いと決めつけるほどいいところがないのかっていうと、相対関係で見ると、やっぱりいい人ばっかりだったような気がします。まあ私の捉え方なんでしょうね。どんなことでも性善説で捉えたりとか、性格の悪さを身につけても、いやいや、この人は成長過程にあるから、この悪い性格もなるはずだ。もしくは私が勝手に悪い性格だと決めつけてるだけで、こういう方でも誰かに愛されてるんだろうなっていうふうにね、常に解釈すると、日本人は性格の悪い人が多い気がするっていうのは、あんまり気がしないなっていう結論になりますね。次。日本と海外の性格の違いを知りたい。まあ、海外に、これから行くことはないと思いますんで、去年まではね、海外にバンバン行ってたんですけども、性格の違いは別に知りたくないな、そんなに興味がないかなっていうのと、性格って国籍や民族によっても左右されますけども、結局自分がどんな人と付き合うのかってことであって、民族と付き合ったりとか、海外全体のね、国の人と付き合うわけじゃないんで、別に知ってもしょうがないかなと思いますね。もちろんナショナリズムは予備知識として身につけておくべきかなと思います。例えば宗教をどこにしているのかとか、どんな環境や世帯とか、それから戦争がある国で育ったのかどうかとかね、飢餓貧困がどのぐらいのレベルにあるのか、水道とか光熱ってのが当たり前のレベルなのか貴重なレベルなのかってことは知っておきたいと思いますけどね。でもそれが性格の違いに直結するかどうかは私ではわかりませんし、世界的なデータも今のところ見たことがないんで何とも言いませんね。次。日本人特有の性格を知りたい。日本人特有の性格ってあるんですかね？性格って個人個人が持つものであって、日本人って一括りにできるものではないと思うんですけども、いかがでしょうか？ということでこれも当てはまんないですね。次。日本で起きるトラブルの本質を知りたい。本質って言葉の定義が全く曖昧なんで、こういうね、本質っていう言葉を使ったトリックには私引っかからないようにしてますんで、ここもちょっと無視ですね。次。日本経済が改善されない理由を知りたい。日本経済って改善されてないんですかね？どうなんでしょうかね？確かに実体経済と仮想経済、いわゆる株価ってものが連動してないのは確かですけども、それも込みで経済だと思うんで、ハリボテ経済だろうと、実体経済だろうと、成り立っている以上はそこに沿った自分の個人的な経済活動とかをね、していくべきなのかなと思いますけども、日本経済が改善されてると考えてる人もいるし、改善されてないって考えてる人もいるし、これはね、100人が100人改善されてないって言うんだったらまだしもですよ。諸説ふんふんある中で、日本経済が改善されないっていうふうに決めつけてるところに私はちょっと疑問を感じますね。ただ、改善されてないというふうに確かな証拠があるんだったらその理由は知りたいと思います。ですんで、これは 50% ぐらいイエスかな。次、なぜ日本では肩身の狭い思いをするのか不思議である。これ肩身の狭い思いしてるんですかね、誰か。してるとしたらそれ個人の問題であって、ここに書いてるようにね、日本では肩身の狭い思いをするのか不思議である。
これ何なんでしょうね。ちょっとまああんまりはっきりしない問いではありますね。ということで、おおむね全部当てはまんないんで、記事を読む必要はないかなって気がしますけども、それだと話が終わっちゃうんで、ちょっとね、進めていこうかと思います。どうなんでしょうか、今までここまで見ていて。当てはまった方います？当てはまった方が多いからこういう記事がエントリーになってると思いますけども、私はちょっとね、どれもこれもひねくれてるんでしょうかね。個人的には全然感じないよ。まあ個人的にっていう前提でしかないんですけども、こういうものっていうのはね。まあ、ちなみになんか意見を言うときに、個人的にはこう思うんですけどって言いますけども、そんな前置きいらないんですよね、実は。個人的にっていうものしか意見は出ないんで。で、意見を集めたときに、公の意見、大多数っていう意見が出て、そのときには個人的にっていう枕言葉が外れるだけなんですよね。なんなんですよね、個人的にとか私的にはっていうのはね。やっぱ責任の回避を逃れるための枕言葉なんでしょうかね。なんなんでしょうかね。ということで、ちょっと記事をね、進めていきますね。はい、切り替えます。本記事の内容。日本人は顕著にスパイト行動をする。またこれ意味のわかんない言葉出してきましたね。これ横文字出してフックさせようと思ってるんでしょうけど、その手には乗らないですよ。スパイト行動っていうものが日本人の固定概念とか固定単語になるかない限りね。これね、この記事をエントリーを用いてスパルト行動っていうのをなんかねじ込ませようとしてる意図を感じるんで、困っちゃいますね。スパイト行動は協調性という名の道連れ。また出ました。協調性が悪いかのように言ってますけども、協調性ってのは使う場所によってはものすごくね、人間関係や暮らしを円滑にするんですよ。だから1から10まで協調性を排除するような論調ってのは私は賛同できないですね。ただ今みたいに感染症が騒がれている時に、マスクをするっていう協調性は私は守るようにしてます。でもその反面、個っていうものもちゃんと持ってるんですよ。きちんと個人としての考え方もある上で、協調性を守った方が円滑に物事が進むなっていうところでは、世間体を気にして、世間体に合わせた行動を取るということでね、同調圧力にもちゃんと協調して、同調圧力に負けなくてもいいところは個人的な発信をしてっていうところをわきまえてますよね。使い分けなんじゃないかなと思いますね。次、身近にあるスパイト行動。なんだこれ。とにかく、スパイト行動を、このね、なんか、この記事を書いた人は世に広めようとしてるってことが分かりますよね。でもこの時点でスパイト行動とかスパイト環境ってものがなんだそれっていう風なね、感覚でいる人が多い限り、この記事ってのは読むに値しないっていう風に判断します。でも逆にですね、スパイト行動ってものが知らないことの方が悪いかのように、これはこの機会に学んでおこうとするのバイアスに負けてしまう方のために、ちょっと続きを見ていこうかと思いますけどね。今回は日本人の性格が悪いことについての話をしますということで、日本人の性格が悪いっていうふうに決めつけたところからスタートしますよね。この人は性格の悪い人ばかりと付き合ってきたんでしょうね、きっと。この記事を書いた人って。だって性格のいい人とばかり付き合ってきたらこの記事書く必要がないですから。だからこのね、次の条件っていうのもちょっとね、甚だ私にはね、合致しないかなと思いますけども、一応読んでいきます。日本人の性格について話題になると大抵、日本人は親切だ。日本人は礼儀正しい。日本人は真面目だ。日本人は協調性があると、お決まりの褒め言葉があります。ということは、それを素直に信じればいいだけなのに、なんでね、そうじゃないに違いないっていうふうに、日本人は親切じゃないとかね、礼儀正しくないとか、不真面目だとかね、協調性がないとか、こういうことに従うのかなというふうに思いますけどもね。僕は正直これに手放しで賛同することはできません。表向きが綺麗に見えてるだけで、裏を見ると闇が隠れているのではないかと思います。表が綺麗だったらいいんじゃないですか。いや、裏まで綺麗な人を求めてる、そんなにね、人の人間の中身まで気にするような、人は、相当性格がいいんですよね、きっとね。だから何様のつもりなんだって話ですけども、まあでもね、人の考えでは色々あるんで、この方の考えもちょっとね、胸をちょっと開いてですね、見ていきたいなと思います。もしかしたら、私の方が間違えてるかもしれませんし、そもそも、考え方に正しい間違いっていうのが存在するわけがないんで、100人いたら100通りの考え方がありますんでね。私も今までちょっとね、否定的にこの方のエントリー見てきましたけども、ここからはね、肯定的に見ていこうかと思います。日本で生きづらさを感じたり、昔気質な考えが残っていたり、経済的に低迷しているのは根本的に日本人の悪い性格が原因となっているとも言えます。ほう。なぜそう言えるのか、その理由をこれから解説していきます。ちょっとね、肯定的に読んでいきますね。スパイト行動ってのは何かわかりませんけどね。未だに分かんないですね。だからスパイト行動が分からない限り、ちょっと理解には程遠いんですけども、ただ肯定的に見ていきましょう。日本人は顕著にスパイト行動をする。スパイト行動は協調性という名の道で、ありますね。日本人は顕著に、ちょっと長くなりそうですね。リンクもありますし、だからちょっとざっとね、お話していきますけども、スパイト行動っていうのは意地悪行動のことと書いてますね。
自分が損してでも他人を貶めたいという嫌がらせ行動、こんな方っているんですかね。どっかにいると思いますけども、見たことがないですね。つまり自分が損しても他人を貶めようという嫌がらせ行動が顕著であったと、このゲームを通じてね、そういうことが見えたっていうことですけども、このゲームにどういった方を参加させたのかってこともありますね。日本人は他人が利益を得ようと忠り出し抜くことをするのを嫌うため。本当なんですかね。人が利益を得るのを喜ぶ人の方が多いんじゃないですかね。ズルは許さないと躍起になり、自分が損してでも他人の足を引っ張ろうとする傾向にある。そうなんですかね。まあそういうふうに考えることにしましょう。そしてゲームに進むにつれ協力的になると。協力せずに自分が出し抜こうとしたら仕返しされて怖いという心理があるから。他国ではこのような傾向が見られせませんでしたと。他国ってのはどこの国なのかな。どこの国なんでしょうかね、これ。他国ってのは、パプアニューギニアですかね。それとも、バルト三国でしょうかね。またお決まりのアメリカでしょうか、中国でしょうか、北朝鮮かな。要するに日本人は他人が得するのを許せないので、意地でも他人の足を引っ張るのが好きであり、協力的な姿勢になるのは自分も同じ目に遭うのが怖いからと言える。なるほど。他人が得するのを許せないという精神がある時点で、無意味な考え方ができない。そして私が損しているのだからお前も損するべきであると考える、ルーズルーズになってしまう。お互いを潰し合うことになると。自分が得する側になったとしたら、今度は自分が潰されるのが怖いので無難に仲良くルーズルーズする。つまり協調性というのは道連れをしていることになると。足の引っ張りをしても何も進歩しません。あ、本当その通りです。足の引っ張りをしても何も進歩しない、いいことないんですよ。じゃあここまででね、ちょっとエントリーの方を解除させてもらって、私の気持ちをね、ここまでまとめさせていただきます。この方の言うことを協調性というね、道連れ、嫌がらせ、協調性というものを道連れっていうことをまとめていきますと、確かに納得できるところあります。いつも言いますけども、権力がない方、お金持ちじゃない方、成功してない方っていうのは、とにかく協力することがないんですよ。プラス行動するのが遅いんですよ。もしくは行動しないんですよね。でも成功者、お金持ち、権力者ってすぐに結託する、いわゆる協力するんですよ。そして行動が早いんですよね。どん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 前に進みます。だから成功者は成功し続けるし、お金持ちはお金を減らすことがないし、権力は権力をずっと維持できるんですよね。で、私たちは権力は持ってません。お金もありません。成功もしてません。だからこそ協力しないといけないのに、この記事の方が言う通り、みんなね、自分以外の人が成功することを妬んでいる。そして自分が成功したら足引っ張られるんじゃないかなと思って、お互いに成功しないように、出し抜かないように、お互いに、自分が貧乏だからお前も貧乏でいろよと、あなたが貧乏だから自分も貧乏なふりをするよって形で、なんかものすごくね、牽制し合ってるのかなと思いますよね。全く協力しない、全く行動しないっていうところは、この方の記事をすごく肯定的に見ると、私とイコールになるところかなと思います。皆さんはどういうふうに考えられますかね。今回のね、記事っていうのは、最初はいや、そんなことないだろうって否定的に見たんですけども、私は結局最後ね、肯定的に記事を読んでいこうと思ったら、この方の言う通りだってところで一致しましたね。否定していた私とこの方の論調が、肯定的に私が見ることによって、結論は同じところに来たわけなんですよ。これはなかなか興味深いなと思いまして、今回この動画にさせていただきました。皆さんはね、どのような感想を持ったでしょうか。人が成功することってそんなに妬ましいですかね。誰かと協力することってそんな嫌なことなんですかね。私はこの YouTube ってものを通じて、いろんな協力してくださる方とか励ましてくれる方と出会いました。その方が私の再生数を作ってくださってると言っても言い過ぎじゃないくらいです。まあですんで、私の目から見るといい方ばっかり、これが日本の実態です。裏も表もないですし、仮に裏があったとしても、裏まで信用しないと人ってのは協調できないのかって、そんなことはないです。まずは表がしっかりしてれば、そんな裏探りなんてする労力もないし、そんなことまで、ね、興味ないですよね。それこそね、裏まで知りたいっていうのは、自分のことを晒してからやることだと思うんですよ。どうしてもね、表はいいけど裏がねっていう人ってのは、ちょっと欲張りにはない気がするんですけどね。人間の裏なんていくらでもあっていいじゃないですか。それこそね、裏なんて覗くもんではないんですよ。私はこういうふうに教わりました。というかね、体験しました。麻雀にしても、ポーカーにしても、ちょっとギャンブルごとで申し訳ないんですけども、自分の手配って晒さないんですよ。見えてる部分だけで勝負してるわけじゃないですか。人生とすごく同じだなと思います。自分の恥ずかしいところ、汚いところ、弱いところっていうのは、誰にでも彼にでも晒すもんではなくて、そういうところを隠していくのがプライベートだと思うんですよね。自分の部屋の中に入れる人って限られてるじゃないですか。自分の家に招きたい人って限られてるでしょ。
自分の胸の内を明かせる人って限られてるじゃないですか。だからそういうふうな胸の内を明かせる人を求めてはいるんだけども、みだりに求めてはいないっていう、このね、微妙なところですよね。だから表もあれば裏もある。それが人間でいいんじゃないかなと思うんですよ。裏にどんな汚いものを抱えていても、その汚いものを出さずにね、いいところばかりを見せていきたいっていうのも素直な生き方だと思うんですよね。それこそね、心の根っこから綺麗な人って、それこそ窮屈だと思いますよ。やっぱりどっかに、悪ぶったりしたい部分があるし、例えば私はね、ランボーっていう映画が好きなんですよ。ランボーっていう主人公が、言ってみれば人をダダダダダって撃って殺すようなドラマですよ。あれが好きなところがあります。だからといって私は戦争が好きなわけではないですし、殺人が好きなわけではないんですよ。ある意味、映画によって自分の猟奇的なところが発散されてるから、現実の世界では表っていうやつですか、綺麗なところだけで演じていこうとする意志が生まれるんですよね。だからそういうふうに解釈することもできるんですよ。あとはね、やっぱりね、なんですかね、アニメとかが好きだったりするわけですよ、私もね。ヤマトとかね、ガンダムって今でも好きですよ。で、ああいうところで疑似体験できるから、だからバランスが取れている、いけるところもありますし、自分一人の、ね、秘めた世界もあるわけですよ。誰にも明かさないような性格とかね、そういうふうな考え方とか、ある意味ね、異常なところってあるんですよ。でもそれ別にさらさなくたっていいでしょ。そこが汚いから自分は全部汚いのかってそうではないんですよね。やっぱりいいところも悪いところもあって、混ぜこぜになってね、グラデーションのようになって人間ができている以上、表はいいけど裏がねっていうふうな、この方のエントリーっていうのは、そこまで気にすることじゃないのかなと思いますよね。どうなんでしょうかね。皆さんの考えも聞ければいいかなと思いますんで、またね、お会いした時にでもお話ししましょう。それでは、いってらっしゃい。